ルセロナより石崎久子です。今回もアルベニスのイベリア第3巻ラバピエスの後半部分を解説していきたいと思います。レッツプレイスパニッシュミュージックということで、前回ラバピエス解説をしたんですが、いかがだったでしょうか。では後半いきたいと思います。再現部に入ったところは、膝に伊達になんかカッコつけてるっていう感じで弾いてくださったらいいと思います。やりたい放題やってもいいよって書いてるところもあるので、アルベニスもですね、彼自体も非常におしゃれで、サコって言われるようにこう太くて短いっていうふうに言われてたんですけれども、彼自体も非常におしゃれでカッコつけで、キザな本当に愛すべきスペイン人だったようなんで、その性格がよく出てるんじゃないかと思います。今回はこれがの繰り返しがなしで、今度左手の6連音符を伴った次のこれに入っていきます。これはこれの変奏なんですけども、今度、前にも出てきましたが、左手に細かい音が伴って出てきます。ここからどんどん盛り上がっていきます。少し前から弾いてみましょう。
酔っ払いがヨタヨタとこう千鳥足で歩いていく様子、これもあのアリシャはこうやってこんな感じで歩いていくんだよっていうふうにあの教えてくださいました。で最後着いたっていうので終わってみます。じゃあ弾きましょう。でしょうか。とても面白い曲だと思います。練習するにも、ゲームみたいなところもあって私は好きです。難しいですよ、初めの、あの譜読みは。だけど面白い曲だと思っていますので、ぜひぜひ聴いてまた弾いてくださいませ。では今日は2021年12月後半になってます。今年はこれで、動画も終わりたいと思います。また来年続けて4巻の方もやっていきたいと思います。私の方も8月末に引っ越してからリフォームとかで大変だったんですが、友人たちも来たいと言ってますので、クリスマスの準備にかかりたいと思います。ではバルセロナよりアディオス。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととても励みになります。また次の動画でお会いしましょう。